見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。開園以来、68年の歴史で初めての異形オスザルを喧嘩で次々に倒して、自民党より先にここでは男性たちを押しのけて女性が煮立った。野生のニホンザルに餌付け、餌付けしている大分県高崎山自然動物園には、B 群677頭と C 群362頭の2つ群れが存在する。この B 群において、今夏、史上初めて、メスのボスザルが誕生したのだ。それが上写真の凛々しい目つきをした野犬、Q である。彼女はどうやって、女帝に登り詰めたのか。当園ガイドの下村忠俊さんが解説する、野犬の母親、美形はメスの中の序列でナンバーワンでした。今年3月頃、その母親を野犬は喧嘩で倒しました。普通はそこまでで、メスがオスに喧嘩を仕掛けることはありません。体格が違うからです。しかし、野犬はオスたちもどんどん打ち負かした。もともと野犬は序列2位のマクレーンのお気に入りでした。そのマクレーンも追い抜きました。そして、6月にはだった南中、32、下、にも煮え、か、見ついた。きっかけは野犬が食べようとした餌に小猿が手を出したこと。怒った野犬を南中は止めようとしたんですが、反撃されて引き下がった。南中が組み伏せられたような印象でした。それが下克上の瞬間だった。これ以降、南中がボスに返り咲いた様子はなく、野犬が序列1位に君臨している。彼女は純粋に腕っぷしの強さによって頂点に立ったわけだが、その地位は今後も安泰なのか。オスたちは群れに加わった順序を重視するため、ボスの座の奪い合いは早々起きないそうだが、野犬には思わぬ不安要素があるという。発情期になった野犬がオスと親密になるかもしれません。そのオスが野犬よりも立場が上になれば、彼女のランクが落ちることになります。オスの序列は変わらないので、南中がボスにまた戻る可能性もあります。下村さん、高崎山の猿たちの発情期は、11月から3月だそう。果たして、野犬はボスの座を守れるのか、それとも恋に落ちてしまうのか。この冬が正念場である、2021年10月15日号より、